マル君、タツン、こんばんは。うちの息子は小学4年生です。めいっ子も同い年です。年に2回実家に帰省するのですが、そこで悩んでいることがあります。何何？2人は24時間ほぼずっと一緒にいるんですよ。お風呂も寝る時も。男の子と女の子でも4年生くらいってまだ一緒にお風呂とか入りますか？本人たちは全く気にしていないのですが、親同士の方が気になってしまいます。自然に任せた方がいいんですかね。悩んでいるのでぜひ教えてくださいと。小学校4年生ですか。俺はもうこの時はこらお前、あやおかしいよ。検閲だよ、検閲だよ、猿だよ。猿だよこいつ。完全に猿だったな。おかしいだろ、小4でそんなことしないよ。小4か。でもなんだろう、こういうのってどうなんだろうね。話した方がいいのかな。まあでも体に変化がついてきたら、そのうち自分たちでやっぱり自分たちで離れないこれ、ね、恥ずかしいとかなるよね。逆になんか親の力借りちゃってさ、こういうので話しちゃうとさ、変ななんかこう違和感っていうのを逆に感じちゃうかもね。余計なんか性的な感じで良くない気もする。そうそうそう、なんか子供って結構そういうところさ敏感じゃん。すごく察知する能力がさ、ぶっちゃけ大人よりも高いからさ、なんかこれおかしいんだって思っちゃうと、そろそろ違うんだなってなんか思ってくる。そうそうそう、なるから、逆に本人たちで分かってそういうので、自然とこう離れるもよし、付き合うもよし。だってさ、今の子って小学校の時から付き合ったりするらしいぜ。まあ俺も小6の時彼女いたからな。なるほど。一番最初に付き合ったの小学校6年生かな。お前夫な。でも何もやってないけど、別にね、本当に交換日記とかそういうことぐらいしかしてなかった。手繋いで帰るとか、そんなことすらできなかった。あ、本当に、周りの視線とかもすごい恥ずかしくて、交換日記とかも本当にひそひそやってたから。え、交換日記以外は何するの、付き合った時って。でもなんか当時の付き合うってもう携帯電話も何もないから、そうだね、本当に家に何時に電話するからとか、今度じゃあお祭り一緒に行くみたいな、そういう本当に健全なあれだったよ。それが付き合うっていうのかどうか知らないけど。うわーすげえな。それを聞いて自分を振り返ると俺クズだな。なんでだよ、なんでそんなあれだったの。なんかそんなことはなかったね。いやいや、でもその後じゃないの、わかんないけど。俺やっぱりでも小学校6年生の時にそういうことはあったけど、やっぱりね、そういう具体的なお付き合いっていうのを学んだらもう全然先だったし。そうか、まあでも小4でもそうだよな。でも小4ってまだ全然そういうあれがないと思うから。だって二次成長もまだでしょ。小5ぐらいからいろいろ変わってくんじゃないかな。そうだね、だから多分あれだよね、4年生5年生とか、とかの間とかどっかで多分変わるよね。はい、男子サッカーしといてみたいな。そうね、そうね、野球かサッカーしといてみたいな、あるね、そういうことがあるから。そうですね。なんで女子だけがね、体育館で集められて、男子禁制だってよみたいな感じで、おかしいだろ、何なんだろう、わけわかんねえとか思いながら帰ってると、女子がちょっとだけあの恥ずかしい顔をして教室で待っているってことが起こり始めるからね。そういうことがあるからね。まあそうなってからなんでしょうね。温かく見守ってあげる方がいいかも。自然に任せた方がいいと思うよ。